ミラレム・ピアニッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・トゥズラ出身のサッカー選手。スユペルリグ・ベシクタシュ JK 所属。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表。ポジションはミッドフィールダー。発音上、ピアニッチの方が適切ではあるが、メディアによっては、ピアニッチと表記することもある。1990年4月2日、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内。 ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国のトゥズラに生まれる。ユーゴスラビアサンブリーグでプレーしていた父の影響でサッカーに興味を持ち、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を前に一家が逃れた、ルクセンブルクでサッカーを始めた。7歳でシフランジュのサッカークラブ FC シフランジュ95のユースチームに入団した。フランス時代14歳でフランスの FC メスの下部組織に入団し、 2007年8月18日にパリ・サンジェルマン戦でトップチームデビュー。同年11月27歳でプロ契約を結ぶ。12月15日の FC 訴訟戦ペナルティーキックで初得点を記録した。ユース時代から様々なクラブから注目されながらもメスがルクセンブルクの実家に近いことから移籍を拒否していたが、メスの二部降格を機に2008年7月2日に オリンピックリヨンへ移籍金800万ユーロで移籍。2009から10シーズンは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、レアルマドリード戦やリーグ戦終盤、翌シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ出場権をかけたオセールとの直接対決など、重要な試合でゴールを挙げた。一方2010年1月に、ヨアングルキューフが加入してからはレギュラーを奪われ、出場機会も減少した。 エースローマ2011年8月31日、エースローマと4年契約を結んだ。遺跡金は1100万ユーロ。ローマでは、中盤の主力として、2014から15シーズンには、10アシスト、2015から16シーズンには10ゴール12、アシストとローマの3シーズン、連続チャンピオンズリーグ圏内に入る、躍進の担い手として活躍した。アシストはシーズン連続で、 リーグ最多であった。ユベントス FC その活躍からバイエルン・ミュンヘンや FC バルセロナ、チェルシー FC、ユベントス FC への移籍の噂が流れた。2015から16シーズン終了後の2016年6月、ピアニッチのユベントス FC への移籍報道が流れると、2016年6月9日、エースローマのマウロ・バルディソー・オニジーディは、 エースローマの公式ラジオでピアニッチからユベントスへの遺跡の意思を伝える書面を受け取ったとしてその内容を読み上げた。その後、ユベントスは遺跡金3200万ユーロでピアニッチの遺跡を完了したと発表。契約は5年間である。セバン号はピアニッチの憧れの選手であり、かつてユベントス FC に所属したジネディーヌ時代のレアルマドリード時代のセバン号にちなんで小番となった。 9月10日、サスオーロ戦で、ユベントスでの初ゴールを記録。2018年8月21日、ユベントスとの契約を2023年まで延長した。新たな年俸は650万ユーロで、これはユベントスでは、クリスティアーノ、ロナウド、パウロ・ディバラに次ぐ3番目の高級となった。2020年6月29日、FC バルセロナは、アルトゥールとの実質的なトレードで、 ユベントス FC からの移籍を発表した。移籍金は6000万ユーロ。ボーナスは最大で500万ユーロ。契約期間は4年間。2019から20シーズンは新型コロナウイルス流行によりシーズン終了までユベントス FC でプレー同シーズンはセリー AA で優勝した。FC バルセロナ2020年8月にバルセロナへの移籍が正式に完了したものの、 同月末に新型コロナウイルスに感染していたことが判明。9月から始まる全体練習の交流が遅れると報じられた。さらにシーズンを通じて、ロナルド・クーマン監督からほとんど起用せれず、ユベントスへの出戻りの可能性が報道された。ベシクタシュへのレンタル2021年9月2日、ベシクタシュ JK1 シーズンのレンタル遺跡が発表された。 U-19 ルクセンブルク代表でプレーした後、2007年から U-21 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表を選択。2008年8月20日、ブルガリア代表戦でボスニア・ヘルツェゴビナ A 代表デビュー。2010年3月3日の親善試合、ガーナ戦で代表初ゴールを記録。広い視野と正確な判断から繰り出す長短のパス。 高い精度を誇るフリーキックを武器とするミッドフィールダー。キャリア当初はスピードやドリブル突破を生かしたシャドーストライカーであったがテクニックの上達に従って正確な判断でパスを供給する司令塔タイプの選手となった。ローマでは攻撃的なチームスタイルの中でドリブル技術やパスセンス、ミドルシュートなどの能力を発揮しフランチェスコトッティに次ぐ攻撃の中心としてプレーした。 ユベント追跡後は、マッシュミリアーノ・アレグルにより中盤の底に配置されると、ボールダッシュやドリブル突破は他の選手に任せて、前線やサイドにミドルパスを供給するプレーメーカー、アンドレア・ピルロに代わるレジスタとしてプレーしている。また、ピアニッチ自身も目標としてきた選手として、ピルロを挙げている。パス能力に関して2018年8月18日の キエーボ戦で、両、チームトップのボールタッチ116回とパス成功率90.4%、同年9月1日のパルマ戦では、パス成功率100%を記録するなど、2018から19、シーズン前半戦のデータで1試合平均65.8本の、パスとパス成功率89.5%、1試合平均2.2本の、キーパスと5.2本のロングパス成功を記録。 UEFA チャンピオンズリーグ2018から19シーズンでも全595本のパスを成功させ全体5位となる成功率89%を記録するなどデータ面からも世界屈指のパサーであると評価されている。フリーキックはスピードがあり落差の大きなゴールキーパーの対処しにくい球筋が特徴でありまた無回転のボールも蹴ることができる。 2013から14シーズンから2015年11月までの2シーズン強で直接フリーキック38本中7本でゴールを決めヨーロッパ5大リーグで1位となる成功率18.4%を記録したその後やや数字を落とし同じく2013から14シーズンから2018年1月まででは76本に対し成功11本 成功率14.47%で全体12位となった。ユベントスでは左サイドからのフリーキックの場合ピアニッチ、右サイドからの場合パウロ・ディバラがキッカーを務めていたが、クリスティアーノ・ロナウド・カニューゴは序列が下がり3番手のキッカーとなった。ムスリムである。ニース出身の妻との間に息子が一人いる。その出自や経歴からボスニア語、ルクセンブルク語、フランス語。 イタリア語、ドイツ語の語、過酷語を話すことができる。ユベントスの心臓と一体たの通りチームの心臓として攻撃の起点を作ることや高い危機察知能力でチームのピンチの目をつむ安定したパフォーマンスを見せる名プレイヤーだ。しかし現在在籍中の FC バルセロナでは残念ながら本来の実力を見せることはできていない。2015から16シーズンは ポール・ポグバと並ぶ隊。ありがとうございます。